原新監督が口にした、多少の不安、今シーズンの大学三大駅伝の初戦、出雲駅伝で青山学院大は5位に終わった。写真、青山学院大時代に日本院彼400メートル上、ソフトバンクホークス候補、鳥原崎さんインタビューカット集2014年からの10年間における青山学院大の三大駅伝での優勝は、箱根駅伝が6回、出雲が3回。 全日本大学駅伝が2回と大学長距離界を席巻する存在だった。だが、2022年1月の箱根駅伝の総合優勝を最後に三大駅伝では4大会連続で無冠が続く。また、この10年間で5位以下の成績を取ったのは2019年の出雲駅伝、5位以来でたった2回しかない。流星を取り戻した駒沢大の勢いにすっかり押されている形だ。 出雲で敗れた後、青学大の原新監督は言葉少なに完敗を認めていた。そもそも今回の出雲は、青学大にどの程度勝機はあったのだろうか。優勝候補筆頭だったのが昨年度の大学駅伝参観校、駒沢大で、その対抗には、吉井山と、春京兄弟ら主力が充実している中央大が上がっていた。もちろん青学大にもチャンスがなかったわけではない。 だが、一つのブレーキも許されない、ボテに回るのではなく、前へ前へ攻めていくレースを、戸原監督が話していたように、苦戦は必死だった。昨年度は4年生が主体で、今季は三大駅伝経験者がごそっと卒業し、経験不足が懸念されていた。出雲のメンバー6人のうち、佐藤一生、4年、以外では山内健と4年、が全日本を走っていますが、 その他は学生三大駅伝に初出場となるので、多少の不安はあります、と原監督もその点を認めていた。もっとも、高校時代の実績、あるいはトラックの主要大会での活躍、それと練習消化率を見れば、しっかり走ってくれるもんだと期待しております。あとはもう祈るのみ、手応えは十分ございます、と、言葉は続いたのだが、課題はゲームチェンジャーの不在、特に、 今回アンカーを任された鶴川雅也、3年は、たびたび今季のキーマンに名前が挙がる。高校3年時に全国高校駅伝一区区間賞の実績があり、関東インカレ、2部では5000メートルで2年連続日本人トップ。箱根予選会日本人トップとなり話題のスーパールーキー、東京農業大の前田和馬にも競り勝っている。鶴川自身、僕が大エースになって、 駅伝ではチームの流れを変えたい、と口にしていた。しかし、出雲では、1区の野村明夢、3年、がトップと39秒差の7位と出遅れると、後手に回る展開に。2区の黒田朝日、2年、4区の山内健と、4年、が区間賞の走りを見せたものの、僕に抜擢された1年の鳥居健太は区間10位と振るわず。結局、鶴川にタスキが渡ったのは、 先頭の駒沢台から2分13秒遅れの4位で、アンカーまでに駒沢台に先行するのが優勝の条件とされていたが、その展開に持ち込めなかった。そして、頼みの鶴川も区間8位と力を発揮できず、1つ順位を落として5位でレースを終えた。原監督が口にした、多少の不安、が表出した結果になった。